そんなん使うの？これぐらいだった、その響きだったか。まあまあまあ。はい、いただきますね。もう押すの？あ、押してください。はい、どうぞ。押しました？よっしゃ。あ、始まったよ。じゃん。はい、皆さん。来てますか？来てますか？来てますか？はい、高知市観光 PR キャラクター、土佐健美です。こんにちは。あ、来てます？あ、そう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 、ほらほら。今こうやってね、見てる人が来てるわけですよ。はいはい。そう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 。うわ、怖っ。目玉が。皆さん、元気ですか？こんにちはって。あ、こんにちはって、そう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 。そういう感じで、あのコメント読んでください。よーって。ありがとうございます。皆さん、はい。皆さんコロナですけど待ってたよってほらありがとうすごい待ってきてくれたけど遅刻ってあ遅刻そうすごいすごい遅刻したあ結構遅刻した20分ぐらい遅刻してる、うん、すいません本当にいつもねいつも遅刻してるさいや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 そうちょっとねいろいろ準備も何もないけどいやどうしようかなと遅刻ってすごいねすごいすごい遅刻って言われてるいやいや待って練習やめてやめてやめてそうすみません、4時半って言ってたんですけど、今ね、4時、私のせいで。そう、いや、いろいろね、準備してた、準備してたはしてたんですけど、そう、準備してたんですけど、あ、かわいい、かわいいって、よかったね。そう、今日もね、こう、皆さんね、すごく、ね、本当にこのね、コロナ大変な中ですけどね、元気でやってますよ。今日も元気です。元気は元気です。イェーイ。待ったよって。はい。若干ね、ちょっとカメラの方が初心者なのでね。めっちゃかっこいいって。かっこいいって。かっこいいって。かっこいい。お、かっこいいってよ。そう、ちょっとね、いろいろね、この放送のためにちょっといろいろね、何かしようかな、何かしようかなと思ってね、やってたんですけどね、本当にね、ちょっとこのね、仕事をね、やってる合間にね、考えてたんですけどね、まあ、これが全くね、何にも浮かばないんですね、これが。どうしようかなってね。ケンプちゃんのハンカチとか手ぬぐいとか、はい、あるって。あ、あのね。ウィンクしてだって。ああ、タオルがね、ケンプちゃんウィンクしてって。そう、播磨屋橋のね、お店のね、ところでね、売ってるんですよ、実は。タオルが。そう、ポチャケンピってね、ちょっとね、土佐ケンピがね、ポチャっとした形のイラストなんですけども、それ売ってますのでね、ちょっと皆さん今ね、
まあ、私は別にいいですよ。ジャンプすごい、もう一回やって。そうそう、ジャンプもう一度お願いしますよ。ジャンプを、ほら。ほら。ケミちゃん、ジャンプをもう一回。こっちに。いや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 、そう。まあ皆さん、今まだね、高知に来られないと思うんですけどね。ドアップ欲しいって。あ、ドアップ、うん、そうそうそう。皆さんね、ぜひね、コロナ終わったらね、特に、こっち来てくださいね。そう。そうそうそう、今もね、播磨屋橋に寝越えなくて、こんな、とりあえず下天気のドアップしか映すことができないです。ごめんなさい。本当かわいいって。あ、犬太郎って来てるよ。あ、そう、犬太郎。犬太郎。犬太郎だよ。はい、耳を動かしてって。今日はですね、そう、やることがないですからね、とりあえず、アニメ場でも何でもないですからね、ちょっと公園に来てみたんだけど、ちょっと現地ちょっといろいろ回ってみたら。耳を動かしてって。すごい気持ち悪い動かし方だ。気持ちが悪い動かし方やな。元気ですかって。元気だよ。ねえ、コロナにね、かかってないもんね、土佐県はね。そう、夏だってね、元気ですよ。案外ね、潔癖症でですね、すごい毎日マスクしてますよ、本当は。そう、鉄管マスクをね、してますよ、毎日毎日。そう、なかなかね、こう、あ、そう、来る時もね、アルコール消毒してるんですよ。コナルここなんですよ、今日。じゃーん、じゃーん。ちょっと今日、なんか、セットがあった方がいいかなと思って、セット用意してます。いかがですか？加減者いかがですか？そう、ここ。そう。そうそう。あ、いい。やってみたいな。ちょっとここでおしゃべりしてみたらいいです。頭のやつは播磨屋橋ですかって。あ、そうですよ。これが播磨屋橋です。播磨屋橋知ってるかな？知ってる。あ、すごい。今日はね、若干無観客と言いながら若干観客いますよ。播磨屋橋ですね。はい。皆さん、はい。知ってますか？三大がっかり名所の一つ、播磨屋橋。いつもはね、播磨屋橋でお散歩してるんですが、今日は、こちらの、はい。白川ちゃん来てるよって。え？白川ちゃん来てるよって。あ、白川来てるの？白川ちゃん。あ、白川来てるの？おーい、白川、おーい。おーい。ありがとう。ありがとう。なんて言ってます？全然わからん。なんか発言したらください。少々さんも元気ですかって。あ、元気ですよ。全然元気ですよ。本当に風もひどいな。来てるわんよって。あ、よかった、よかった。お、どうなのパートよ。はい。それはなんで。桜咲いてるわんって。いや、高知は桜咲いてないですね。そう。ね、咲いてないね。トカゲミちゃん、投げキッスくださいって。そう、桜はね、咲いてないんですよね、残念ながらね。そう。いや、ついてたらですね、ちょっとそこに桜並木道があったので、そこを歩こうかなと思ってたんですよ。そしたら、何にも咲いてないんですよね。びっくりした。それじゃあ投げキッスくださいって。投げキッスができるの？せーの、投げキッス。どうですか、今の。ここにブランコある。あ、ブランコあるよ。先乗りよったけど、それが何か。乗りよったけど、片足も乗れない。あ、走ったね。あたった。あ、どこ行くここで、おい、映るぞ。よいしょ。大体そんな感じですもんね。大体ポンポンプリンみたいな感じ。
感じですもんね。開いちゃった。ネイマーとウルは丸道。丸道。諦めよう。ここは諦めよう。ネイマーがかっこいい。またまた。よかったことじゃないか。広から行った方がいいんじゃないか、これ実は。飛び乗る。いや、後ろがいいと思う。後ろから行ったらと。こう後ろで、あっ、じゃなくて、ここ、こっち向いて、こっち向いて。前を向いて、で、こう、ここ、後ろ向きで。しかも。上に上げたらいいけど、そうやね。上に上げたら、よくない。ごめん、座るとこだけ抜けない。お。え？どうなるよ。ですね。お尻がちょっとね、大きめで無理ですね。喉が出ちゃった。頑張ってる。すごく頑張ってる。頑張ってる。頑張る。あ、こけるこける。ね。じ。ありがとう。ファイルが違いすぎたわ。あ、ありがとう、頑張ったねって。あ、ちょっと落ち込んでる。頑張ったねって。他の遊具はあるんですか？他の遊具はあるの？音だけ。お、あ、立ち上がった。頑張るの？お、滑れ、登れる。なんか、うん、した。お、じゃあ俺さっき登るかな。ダメだよ。いや、登ることもできないから。
ねゆうで、ねゆうで。いかがですか。まあこんな感じで日々元気にやっております。皆さんとこはどうですか。元気ですか皆さん。助けて、まあ、こんな感じで、まあ、こっちは、まあ、コロナだ、バニラ死んだだ、なんだ言ったって、割と元気です。ゴロンからの腹筋って。え、こっから腹筋する。あら。できた。あれ？おっと。ゴロゴロしとるやないか。あ、最近ね、あの、ジムもね、閉まってるらしくてね。ジム不足ですね、これ。運動したの？よいしょ。あ、そこから行くの？おぉ。ありがとう、ありがとう。よし、ちょっと抜いちゃってみようか。せーの。お、せーの。あ、全然腹筋が出てない。お、お、す、お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 、どうだ？よ。はい。はい。ロボットじゃないけん。あーちゃんなんで腕がしぶるんだ。今元気やっぱり鈍ってるようですよ。これは早くコロナにも終わってもらって皆さんにコーチに来てもらわないと。ちょっとこれはダメですね。褒めてくれてますよ。お、ありがとう。けどね、本当はね、こんなもんじゃないですよ。よしよし、いくわ。よっしゃ。さあ、じゃあ、土佐健治。おっと。はい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 。ここにね。じゃん。そう。なんかね、今ね、アマビエサボって払ってんってね、知ってる？あ、知ってるよ、知ってるよ。知ってる、知ってる。皆さん知ってますか？そう、なんかね、みんなね、カパルちゃんとかね、アンタロウくんとか、なんかいろいろやってますね。あれね、いいなって思いますよね。いいな。お、やりたいな。まあけどね、今日ね、今日思い立って、ちょっとね、用意ができなかったですね。そう、アマピエ様。知ってる？こういう、あの、こういう、あの、妖怪？そう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 。あのね、感染病院に行くんだって。ん？ゲゲの鬼太郎。あー、ゲゲの鬼太郎は妖怪なのかな？妖怪。妖怪なんだ。だって見たもん。アマビエケンプちゃん見たかったって。あ、見たかった？うん、見たかった。なんかね、いや、本当に、よう行きたかったんですけど、行きたかったんですけど、これぐらいしかない。これぐらいしかない。これぐらいしかない。髪の毛地中地中で これそうめんですか？そうめんです。そうめんです。ちょっと我々が30秒で用意したそうめんです。いや、ちょっとね、ちょっとこれぐらいしか、これぐらいしか、ちょっとすいません、用意ができませんでした。何か、多分ファンの方がね、我々本物よりすごいクオリティのものを、なんだかさっき作ってくれたのをちらっと見たので、そちらの方でお楽しみください。いや、これちょっと切ろうかなと思ったんよね。こうね、髪が長いやつなんだよね。髪が長すぎて落ちてる。そう、大変。そう、わざわざ私もね、なんかどうにかできないかなと思ってこんなもん買ってきてましたよ。すげえ、こいつじゃん。赤ちゃんがおった。甘えず、甘えず買ってきたよ。どうもないわ。
からない。はい、はい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 。はい。それでですね、まあ、こんな感じでね。ありがとう。あ、持った。ありがとう。よし。はい、それでですね、さけぴこっち来て。うわください。おお、今日はまあこんな感じで。
はい、小さい観客がいながらのおさけんぴでした。それじゃあね、またね。引っ込めた。